Haruka. Haruka, ohayo. Asagohan dekite wa yo. Asagohan nani? Nan de shou? Hanjuku no tamago yaki. Oatari. Yatta! Anata, kohi no okawari wa? Ah, so da na. Morau ka. Mama, papa koucha ga ii tte. So na no, anata? Ya. Kedo, yoku wakatta ne, Haruka. Janken poi! Katta! Ja, Yu-chan ani ne. Watashitachi bakkari, Haruka-chan zurui yo. Zuruku nai yo. Janken da mo. Haruka-chan, tsuyoi no ne. Janken no jōou to yobareta sensei to yatte miyou ka. Janken pon! Koo! Sensei kakko aru. Kantan da yo. Minna nani o dasu no ka itterun da mo. E? Papa, mama, mite mite! Ojii-chan ni katte moratta da yo. Kawaii wa yo, Haruka. Ah, ookiku natta na. Chinchikurin toka itcha dame. Eh? Hayaku. Ne, minna, suki na danshi toka iru? Sonna no inai yo. Danshi nanka tenen de okosama da mon. Ne, Haruka-chan. Nande minna uso tsuku no? Eh? Haya-chan wa Kosuke-kun no koto ga suki de sho? Eh? Mai-chan wa Hajime-kun ga suki de. Eh? Kaoru-chan wa Kaoru-chan mo Kosuke-kun ga suki nanda. Eh? Haya-chan, Kosuke-kun no koto ga suki na no? カオルちゃんは幼稚園の頃から好きだったんだね。そんなこと言ってない。私は別にはじめくんのことなんて絡んだ時に助けてもらってから好きになったんだよね。え、もうあんまりと。よかったね。はじめくんもまいちゃんが好きだって。もうちげえよ。俺まいのことなんか全然好きじゃねえよ。 なんか知らない。もう絶交よ。はるかに虚言癖？ ええ、その、あることないことを口にしてばかりで、そんな傷ついた児童もいますが、何より保護者からの苦情が多くてですね。そんなことをお前に任せるよ。でもあなた、子育ては母親の仕事だろ。明日も早いんだ。俺はもう寝る。なんでしょうな。お嬢さんは正常ですよ。私にはこれ以上は。なんだと失礼な。ちょっと待ってください。もう帰ってください。ママ、私病気なの。 今日も仕事で帰れそうにない。あなた、あなた、娘には何か悪いものが取り付いてるんです。お願いします。なんとか払ってください。そう言われましても、私はただの坊主だしね。なんで私の子だけが。ママ、明日こそは パパも帰ってくるよ。うるさい！誰のせいだと思ってんのよ！おじいちゃん、最近ママお酒いっぱい飲んですぐ怒るの。パパは全然家に帰ってこないし、パパもママも友達も みんなハルカのこと嫌いなのかな。バカモン、そんなことあるわけないじゃろうが。おいおい、今日はずっと一緒なんだよね。ごめんな、ハルカ。パパ、夜には出かけないといけないんだ。
ママもちょっと用事があるの。パパ、アキコさんとホテル行くの？ママもヨシナのおじちゃんとお食事なんてずるいよ。私も一緒に行く。どういうことなのあなた。知らんぞそんな女。お前こそ誰なんだその男は。信じてくださいあなた。この子が勝手に言ってるだけで。またか、またお前か。ひどいわハルカ。どこまで私たちをめちゃくちゃにすれば気が済むの。パパ、ママ。待て久美子、あの男だけでなくお前まで。ハルカはどうする気だ。お父様、もうどうでもいいでしょ、そんな子のこと。貴様、自分が何を言っているのか。ママ待って、もう絶対怒らせるようなことしないから。お掃除もお料理もハルカがするよ。だからママ行かないで、行かないで。貴様、なんてことを。あんたなんか産むんじゃなかった。待て、久美子。久美子さん。なさい。は？ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい。化け物が来るんじゃねえよ。違う、こっち見た。心を読まれるぞ。だから親に捨てられるんだよ。やめて。違う。嘘つき。前から変だと思ってた。そうやって友達ずらして勝手に人の心を読んで笑ってたんでしょ。違う。最低。二度と近づかないで。行くよ。待って、私たち親友だよね。ごめん、無理。やってたのは困るんだよ。まったく、保健所に連れてってもらったからもう二度と来ないでおくれ。健康か。向こうでも頑張れよ。この問題児ともやっとおさらばだな。Kotoura-san です、よろしく。おい Kotoura。 めんどくせえのが来たな。めんどくさくてすみません。何あれ、感じ悪い。あんなのが隣なんて、真鍋かわいそう。どこに来ても同じ、みんなこの人みたいに私を無視してくれればそれでいい。
ん？あれ、君誰？え？どこから引っ越してきたの？別に知りたくないけど、ああ、委員長なんてやるんじゃなかった。知りたくないなら聞かないでください。あの部活はどこに入るの？テニス部には来ないでほしいな。テニスには興味ないのでご安心を。え？何あれ、気持ち悪い。なあ、モーノベ。お、どうした森谷？ほら、前に誘ったけん。ああ、お前んち遊びに来いってあれか。うんうん、断る。森谷の家、空手の道場じゃん。興味ないんだ。また振られた。あんなに落ち込んで、よほど俺の武道の才能が欲しかったと見えるな。別にあなたのあるかないかわからない才能が目当てじゃないわ。え？聞こえたからつい言ってしまったの。ごめんなさい。聞こえた？俺今もしかして口に出してた？うわあ、超恥ずかしい。一緒に食おうぜ、Kotoura-san。ああ、ちょっと。あー、うん、うん、うまそう。一口くんないかな。好きにすれば。え、いいの？いやー、悪いなー。あ、うまい。Kotoura-san の手作りか。一応。すげえな。本当に俺の考えてること分かるのかよ。クラスの連中が言ってた通りだ。けど手品もほどほどにな。やりすぎるとマジみんな怖がって友達とかできにくくなるからさ。あなたには関係ないし、手品でも。お、コロッケもらい。あ、って勝手に取らないで。ふん。おはよう、Kotoura。おはよう。おはよう。おはよう。あ、Kotoura、俺とやろうぜ。おい、まだこっち。逃がさない。そりゃ、そりゃ、そりゃ。Kotoura、たまには一緒に帰ろうぜ。私、こっちだから。俺もこっちだってば。そうみたいね。
学校にもう慣れたか？友達作んないのか？もっとトークしようぜ！なんで私に関わろうとするの？なんでって、それはもちろん。あれ？なんでだ？あれ？なんでだ？バカだね。うん。あ、そうそうそう。え、ちょっと教えてくれよ。お前の人の考えてることがわかる手品の種。いいよなあれ。人の心がわかれば何だってできちゃうもんな。バカ。あ？言い訳ないじゃない。このバカ。ちょ、バカってどういうことだよ。バカだからバカって言ったのよ。何も知らないくせに。コトーラ。探したぞ。教室にいないと思ったらこんなところにいたのか。お、おい、コトーラ。うん？もう焦っちゃったね。まずはキスからね。なんてこと考えてるのよ。本当に人の心が読めちまうんだ。これって超能力なのか？そうよ。これで分かったでしょ。心を読まれたくなかったらもう私に近づかないで。そんな、それじゃあうかつにエロいこと考えられないじゃん。やべえよ、超能力マジやべえ。エロいこと考えちゃダメなんて男にとっては拷問だぞ。怖くないの？あ、怖いさ。このままじゃ俺がエロ紳士扱いじゃないか。疲れた。もう何なの今日は。真鍋くん初めてだ、あんな変な人。ダメ、絶対にダメ。あれ、コトーラじゃん。やっほー。お、重そうだな。持ってやるよ。見返りでエロスを要求するつもりね。しねえって。しないよ。自分の心に自信がないのね。いいからいいから。ほれ、これ夕飯の材料か。家の手伝いなんて偉いな。一人暮らしだから。え、会うよ。お、おう。大丈夫ですか？あ、危ねえ。運転手の心が読めたの。赤信号だけど構うもんかって。コトーラ、今度こそ分かったでしょ。私は見境なしに人の心が読めてしまう君の悪い化け物。ありがとな。え、お、お前怪我してるじゃん。え、これくらい平気。んなわけに行くか。コトーラんち、こっから近いのか。よし、これでオッケー。ありがとう。本当に一人暮らしなんだな。親父さんたちはどこに住んでるんだ？私の力、自分では制御できないの。それで小さい頃から意味もわからず人の心を読んで傷つけてきた。コトーラ、全部私が壊しちゃったの。そんな私にできることは誰も私に近づかないようにするだけ。お前、だから学校でも。なんであなたは私に近づこうとするの？やめてよ、ほっといてよ。傷つくのはあなたなんだよ。お前はそれでいいのかよ。傷つけたくないだ？ふざけんな。傷ついてんのはお前の方じゃねえのか。そんなこと言われても仕方ないじゃない。私だって一人は嫌だよ。傷つくのも傷つけられるのも嫌。一番嫌なのは、嫌なのは大事な人が離れていくこと。だったらもう最初から一人の方がいい。なあ、コトーラ。
心が読めようと読めなかろうと、離れる人間は勝手に離れていく。でもな、世の中そんなやつばかりじゃないぞ。だから試してみようぜ。俺がお前と一緒にいる。何があっても離れてなんかやんねえ。どうだ。本当？ああ、本当だ。っていうか俺はもう友達のつもりだったんだけどな。うわ、泣くなよ。泣いてないよ。いや、超泣いてるし。なんでこの状況でそんなエッチなこと考えてるの？は、いや、その女の子の泣き顔ってさ、なんかムラムラするよね。変態よ、エロスの貴公子よ。誰がエロスの貴公子だ。くそー、男の本能が憎い。よろしくな、琴浦。うん、真鍋くん。どうした、コトーラ、なんか暗い顔して。テレビの向こうにエロスなことを考えてる人がいっぱいいるの。なんだと？コトーラでエロいこと考えていいのは俺だけなのに。うるさいよ、エロスが。